ハリアーは、トヨタ自動車が製造、販売している高級クロスオーバー SUV である。高級サルーンの乗り心地と快適性を兼ね備えたクロスオーバー SUV として開発され、1997年に初代モデルが発売された。高級クロスオーバー SUV という新たなジャンルを開拓した先駆的モデルであり、後に世界中のメーカーから、 数多くの追随モデルが発売されることとなった。日本国外では初代と二代目モデルが同社のレクサスブランドにおいて RX として販売されていた。国内においては2009年に発売された三代目 RX でレクサス店での取り扱いに移行したが、その後も二代目モデルの 2.4L 車及びハイブリッド車がハリアー並びに ハリアーハイブリッドとして継続して販売されていた。その後、約1ヶ月の給売期間を経て3代目ハリアーにフルモデルチェンジされ、レクサス RX から分離、独立して日本国内専売車種となったが、4代目ではトヨタブランドの別車種名として海外でも販売され、再びグローバルモデルへ移行されている。 カムリのプラットフォームをベースとして1997年12月に登場。エンジンは 1MZFE 型 V 型6気筒 3000cc、または 5SFE 型直列4気筒 2200cc であり、駆動方式は 4WD と FF の2種類がある。トランスミッションは4足 AT のみ。1998年6月には特別使用者、ハリアーザガートが登場した。 V6 モデルをベースに専用アルミホイールやオーバーフェンダーなどを装備。これはイタリアのカロッツエリアであるザガート社とのコラボレーションモデル。2000年のマイナーチェンジで直列4気筒エンジンを 2200cc からに、a g f e 型 2400cc に変更。またベースグレード以外にディスチャージヘッドランプを採用。両低排出ガス認定を受ける。広告のキャッチコピーは ワイルドバットホルマル、オスライオンの頭部を持つ若き紳士がイメージキャラクターとなり、乗用車ベースのラグジュアリークロスオーバー SUV という新たなジャンルを表現していた。2003年1月に生産終了。在庫対応分のみの販売となる。2003年2月に2台目と入れ替わる形で販売終了。ハイブリッドモデルについては、トヨタハリアーハイブリッドを 参照2003年2月17日にフルモデルチェンジし発売。日本国内の月間販売台数は2500台。日本国外の月間販売台数は9000台を目標にする。エンジンは V 型6気筒 3000cc または直列4気筒 2400cc。トランスミッションは5速 AT または4速 AT になる。駆動方式は初代同様。 4WD と FF の2種類。V63-000cc の最上級グレードには、電子制御、エアサスペンションを搭載し、またレーダークルーズコントロールで用いている、ミリ波レーダーを併用する自動車装備として、世界初となるプリクラッシュセーフティシステムをオプションとして、選択可能であった。二千六年一月十日には一部改良された、m z f e エンジンを廃止し、 新開発の 3500cc2GR FE エンジンを採用した。また、350G の 2WD 車に VSC&TRC を標準装備し、240G と 350G には、高軸調整用のオートレベリング機構付きのディスチャージヘッドランプを設定し、全車標準装備にした。全車にシートベルト警告ブザーに鏡面式補助確認装置。 ワイヤレスドアロック対応キー3本を標準設定、カーナビゲーションを HDD タイプに改めるなど装備を大幅に充実させた。また2005年からはハイブリッド仕様のハリアーハイブリッドもラインアップに追加。3300cc の V6 エンジンと高出力モーターとを組み合わせ、高い加速性能と低燃費を両立させた。月間販売目標は500台と発表された。 2006年には250台限定でトヨペット店50周年記念の特別使用車、ハリアーザガートが登場。仙台同様ザガート社とのコラボレーションモデルで改良内容も仙台とほぼ同じである。レッドマイカメタリックは専用色。今回は V6 のほか、時期4も選択可能。2008年1月10日特別使用車、ハリアー 240GL。 パッケージアルカンターラプライムバージョンが登場。L パッケージの装備に加え、18インチアルミホイール、3ボタンワイヤレスドアロックリモートコントロール、パワーバックドア、ホンガアルカンターラ仕様の専用シート表皮助手席 4A マルチアジャスタブルパワーシート、カップホルダー、収納ボックス付きリアセンターアームレスト、 アルカンターラ仕様の専用車検証入れ、LED ハイマウントストップランプ付け、カラードリアスポイラーを採用。また、特別色として、ライトブルーマイカメタリックを用意した。さらに HDD ナビゲーションシステムなどを特別装備し、より高級感を高めた仕様となっている。2009年1月には、ハリアーのレクサスブランド版である、レクサス RX の3代目が、 日本市場に投入されたが、二代目ハリアーは、以後も販売が継続される。2009年8月18日には、240G をベースに、スイッチ操作で、バックドアを自動で、全開閉できる、パワーバックドアや、L パッケージで人気の高い運転席マルチ8、ウェイマルチアジャスタブルシート、4、2、4分割可等式、シート、シート表皮を採用して、 高級感を演出した特別使用車、240GL パッケージリミテッドを発売。2011年10月3日には 240G をベースにアルカンターラの専用シート表皮及び専用車検証入れ、木見調本川巻き3本、スポークステアリングホイール、シフトレバーノブを採用。さらにスイッチ操作でバックドアを全開閉できるパワーバックドア。 8は A マルチアジャスタブルシート、スーパークロームメタリック塗装を施した17インチアルミホイールを装備し、魅力ある仕様とした特別使用車、240G、L パッケージアルキンタラセレクションを発売。2013年9月、生産終了。2013年10月24日、販売終了。公式ホームページの掲載も一旦終了した。3代目は、 レクサス RX とは切り離され、国内専用車として再出発。その後、シンガポールとマレーシアに2017年6月、改良型ターボー車に限り正規輸出を開始。仙台では、ハリアーハイブリッドとして独立していたハイブリッド車を、ハリアーとして統合。ガソリン車、ハイブリッド車ともに、グレード構成は共通となった。プラットフォームと、 基本コンポーネンツを4代目ロブ4と共用している。外観は、ハリアー伝統の水平基調のプロポーションを受け継ぎつつ、リアクオーターピラーを前傾させたほか、フロントデザインはバンパーコーナー部を後方に引くことで、フロントオーバーハングのボリュームを抑えつつ、立体的で力強い塊感を表現するとともにシャープで彫りの深い造形とした。また、LED ヘッドランプを全車標準装備し、 三本のライン状に発光するクリアランスランプを備えたほか、リアコンビネーションランプは光り方にグラデーションをつけた斬新な図をとした。同時にナンバー等も白色 LED になり、スポーティーなデザインになった。ボディカラーはオプションカラーのスパークリングブラックパールクリスタルシャインをはじめとするダークカラー系5色を含む7色を設定したほか、内装色も新色の ディープボルドを含む3色すべてをダークカラー系とした。パワートレインは全面刷新されてダウンサイジングされ、ガソリン車はバルブマチックを備えた 2.0L の 3ZR、フェイ型を採用するとともに、トランスミッションを CVT に変更。さらに、アイドリングストップシステムも標準装備。ハイブリッド車は 2.5L の 2AR フックス型を搭載。 トヨタ製ハイブリッド車で主流のリダクション機構付け THS2 の採用により燃費を向上しプレミアムアドバンスパッケージ及びガソリン 2WD 車ハイブリッド車は平成27年度燃費基準プラス20%をグランドエレガンスプレミアムのガソリン 4WD 車は平成27年度燃費基準プラス10%をそれぞれ達成したまた全長 ホイールベースを短縮したことで最小回転半径を5.3メートルとし一方で後席の膝前空間を拡大するなどゆとりのある室内空間を両立ラゲージスペースはショックアブソーバーの配置変更を行ったことで9.5インチゴルフバッグの場合で4個入ると同時にデッキボード下にも収納スペースが設けられたことで過失の収容能力を向上したまた センターコンソール内に地位に対応した機器であれば、ケーブルレスで充電できる、置くだけ充電を備え、ガソリン車には、トヨタ車では、初採用となる、蓄冷エヴポレーターを備えたことで、アイドリングストップ時でもより長い時間冷気を車内に送ることが可能となった。また、安全装備も、運転席からの目視だけでは確認しにくい、車両周辺の状況を、 車両の前後左右に搭載された4台のカメラで撮影された映像を継ぎ目なく合成し、シフト操作との連動で標準装備のナビゲーション画面に真上から見たような映像が映し出され、さらに車両の前後進行方向に左右から近づいてくる歩行者などを検知して知らせるパノラミックビューモニターを採用するなど先進の安全性能も採用された一方、先代モデルに装備されていた。 インテリジェント AFS やエアサスペンションは3代目では装備されていない。2013年7月24日3代目モデルのプロトタイプ車両のデザイン並びにティザーサイトが公開。2013年の冬に全国のトヨペット店を通じて発売する予定と発表した。2013年11月13日フルモデルチェンジ。ガソリン車は12月2日発売。 ハイブリッド車は2014年1月15日発売。2014年12月22日、ジーズを設定。2015年1月30日発売、ジーズとは、より幅広いユーザーに、走りの味、車の楽しさを提供するために、画像レーシングのテストドライバーが、トータルチューニングを施し、意のままに操れるハンドリング性能を実現すると、に、工程のインライン化などにより、 購入しやすい価格設定を実現したスポーツコンバージョン車シリーズである。ベース車両はエレガンスのガソリン車であり、グレード名はエレガンス、ジーズとなる。駆動方式は 2WD と 4WD を設定。ボディカラーはベース車両と同様7色から選択可能。メカニズムでは前後を約3 5ト、mm、ルダウンさせた専用チューニングサスペンションに加え、 床下合成アップパーツやスポット溶接打点の追加などによるボディ剛成の向上のほか、ブレーキにはジーズ専用キャリパーやコーミューパッドを採用。エクステリアではジーズ専用のフロントバンパーやアッパーグリル、ラジエーターグリル、フードモール、LED イルミネーションビーム、リアバンパー、マフラーなどを採用。また、ロッカーモールはブラック塗装に変更。また、ハリアーでは 初採用となる235、50R19 タイヤに専用アルミホイールを組み合わせている。インテリアでは、ジーズ専用スポーティシートをフロントに採用し、インストルメントパネルやセンタークラスターパネルにダークメッキ調塗装加色を施している。2015年6月2日一部改良、同時に特別使用車を発売。プレミアムアドバンスパッケージは、 パノラミックビューモニターに運転席から車両を透かして、外を見るような映像を表示するシースルービュー機能を追加し、SD ナビゲーションシステムは T コネクト SD ナビゲーションシステムに変更。また、プリクラッシュセーフティシステムを連価グレードのグランドにもメーカーオプションとし、全グレードに設定を拡大した。ボディカラーはダークスチールマイカに変わり、 ブラック仕上げハガラスフレークを新たに設定した。同日に発売された特別使用車、プレミアムスタイルモーブは、プレミアムをベースに、インストルメントパネル、ドアトリムなどに専用内装色の、スティールモーブを採用。随所にダークバイオレットのステッチを施すとともに、ダークバイオレットのシートベルト、ピアノブラック調の本革巻き3本、スポークステアリングホイール。 ファシネートブラック加色のシフトパネル、アルカンターラのシート表皮を採用している。さらに、運転席8ウェイ助手席4ウェイパワーシートマイコンプリセットドライビングポジションシステム、快適温熱シートを特別装備とした。エクステリアでは、ブラック塗装に切削後期を施した専用18インチアルミホイールを特別装備。ボディカラーには、特別設定色の、 レッドマイカメタリックを含む5色を設定した。なお、アドバンスパッケージ専用装備品を追加した、プレミアムアドバンストパッケージスタイルモーブも合わせて、設定。2016年5月23日特別使用車、プレミアムスタイルアッシュを設定。プレミアムスタイルアッシュは、プレミアムをベースに、内装色を、グレー基調とし、ウルトラスエードのシート表皮と合成比較を組み合わせた。 専用シートや、インストルメントパネルドアトリムなどに専用内装色、ウォームグレーを採用し、随所にライトグレーのステッチを施した。また、ピアノブラック調の本革巻き3本、スポークステアリングホイール、ブルーの輝きを持たせた、ヘアライン超過色のシフトパネルを採用した。装備面では2015年6月に発売された、プレミアムスタイルモーブ同様に、 運転席 8way& 助手席 4way パワーシートマイコンプリセットドライビングポジションシステム快適温熱シートを特別装備とした。エクステリアではブラック塗装に切削工機を施した専用18インチアルミホイールも特別装備。ボディカラーには特別設定色のブルーメタリックを含む5色を設定した。合わせてアドバンストパッケージの装備を追加した。 プレミアムアドバンストパッケージスタイルアッシュも設定される2017年6月8日マイナーチェンジ 2.0L 直噴ターボエンジン 8AR 回 TS 型を搭載したターボ車を新設定トランスミッションには6スーパーエクトを搭載駆動方式は 2WDFF と 4WD を設定ターボ車専用装備として車両のロール合成を高めるパフォーマンスダンパーを 搭載し、走行制御モードスイッチにスポーツモードを追加。専用の18インチアルミホイールを標準装備。エクステリアでは、スモーク調をメッキ加色ヘッドランプ、専用フロントグリルを採用。インテリアでは、シート表皮に、ウルトラスエードと合成比較を採用するほか、シフトパネルにメタルカーボンの加色を施した。また、本川巻き3本。 スポークステアリングホイールも装備している。安全装備では、衝突回避支援パッケージ、トヨタセーフティーセンス P、電動パーキングブレーキ、ブレーキホールドを全車に、標準装備。インテリジェントクリアランスソナーは機能強化を行い、低速走行時などアクセルが踏まれない場合やワイパー、高速作動時でも作動し、超音波センサーを8個に増やしたことで右させ時や、 ハンドルが切れている状態でも衝突緩和が可能となった。また、LED シーケンシャルターンランプ、LED コーナリングランプをエレガンスのガソリン車、ハイブリッド車を除く全車に標準装備した。その他、T コネクト SD、ナビゲーションシステムを9.2インチに拡大し、視認性を向上。パワーバックドアにはバックドアが閉まりきるのを待たずに、 ロックが可能な予約ロック機能を追加するとともに、カイドをマルチインフォメーションディスプレイで5段階に調整可能な、ほか任意の高さを記録するメモリー機能も備えた。また、フロントシートにシートベンチレーション機能を設定し、パワースイッチの操作やシートベルトの脱着で運転席のシートを自動的に前後にスライドする運転席オートスライドアウェイ機能を設定した。エクステリアは、 フロントグリル、フロントバンパーのデザインを変更。リアコンビネーションランプもデザインを変更し、赤色の面発光を採用した。ボディカラーは、ブラッキッシュアげ葉ガラスフレーク、ブラッキッシュレッドマイカ、ダークブラウンメタリックを廃止し、新たに、ダークレッドマイカメタリックと、ダークブルーマイカメタリックを追加。全6色を設定している。インテリアでは、内装色、アイボリーに変わり、 ターボ車専用となるブラックレッドに加え、新たにダークサドルタンを新設定。インテリア加色は一新され、従来までのウッドメタルエボニーストライプに代わり黒木めキ化学調を採用。本川巻き3本スポークステアリングホイールはエレガンスがディンプル加工を採用。プレミアムとプログレスは木目調に代わって黒木めキ化学柄を採用した。 グレード構成では、再イレ化グレードのグランドを廃止し、プレミアムアドバンスパッケージは、プログレスに解消。また、プレミアムとプログレスには、新たにメタルレザーパッケージを新設した。メタルレザーパッケージの専用装備として、シート表皮に、プレミアムナッパ本革を採用するほか、快適を熱シート、シートベンチレーション、運転席ウェイ席ウェイパワーシート、 電動ランバーサポート、マイコンプリセットドライビングポジションシステム、運転席オートスライドアウェイを標準装備とした。2017年9月19日、GR を追加。GR は2017年6月のマイナーチェンジに伴って廃止されたスポーツコンバージョン車、ジーズに代わるスポーツカーシリーズ。ハリアーにはエレガンスのガソリン車及びターボ車をベース車両とし、 エレガンス GR スポーツとして販売される。モデル概要は概ね、ジーズに準じる。変更点としては、19インチホイールが円形製の新デザインに変更されたほか、新デザインの専用アッパーグリル、フォグランプ、リアコンビネーションランプ、バックドアガーニッシュを採用。インテリアでは、専用昇級本側巻き3本、スポークステアリングホイールを新採用したほか、 インストルメントパネルはダークシルバー塗装ガーニッシュシルバーステッチに変更されている2018年4月衝突回避支援パッケージの名称をトヨタセーフティーセンス P からトヨタセーフティーセンスに変更2018年9月3日特別使用車、プログレススタイルブルーシュが発売されたプログレスをベースにシート表皮を特別設定のブラックブルーにシフトパネルや ドアスイッチベースをブルー木目に、ステッチカラーをブルーにそれぞれ変更された。外観は18インチアルミホイールを切削後期ブラック塗装仕様に統一し、ヘッドランプエクステンションは、ガソリン車とハイブリッド車はスモーク調をメッキ加色、ターボ車はブラック加色がそれぞれ施され、フードモールやサイドプロテクションモールは漆黒メッキに変更された。また、 メタルレザーパッケージの装備品が追加されたプログレスメタルレザーパッケージスタイルブルー種も設定されておりブラックブルーのシート表皮がプレミアムナパフォンガー仕様となりシフトパネルはブルー木目に加えてアルミヘアライン化色が施されるボディカラーはスパークリングブラックパールクリスタルシャインと特別設定色のブラックマイカの2色が設定される 2019年7月2日、特別使用車、プレミアムスタイル・ヌワールが発売された。プレミアムのターボ車をベースに、内装は、インストルメントパネルドアトリムステアリングスイッチの、ベゼル部にダークシルバー塗装、ドアスイッチベースシフトパネルオプティトロンメーターに、ピアノブラック加色がそれぞれ施された。外観は、ブラック塗装、切削後期が施された専用18インチアルミホイールが、 特別装備されたほか、ヘッドランプエクステンションに、スモーク調をメッキ加飾、フードモールや、サイドプロテクションモールに、漆黒メッキが採用された。また、インテリジェントクリアランスソナーも特別装備された。ボディカラーは、オプションカラーの、スパークリングブラックパールクリスタルシャインと、ホワイトパールクリスタルシャインに、特別設定色の、ブラックマイカを加えた3色が設定される。 2020年6月16日4代目と入れ替わる形で販売終了。2013年12月販売型2017年6月改良型実用性やスペックではなく品質やデザインを重視したクーペフォルムの SUV とされている。本題より従来からのトヨペット店に加えトヨタ店、トヨタ西東京カローラを除くカローラ店、ネッツトヨタタタマ、 ネッツトヨタ等々を除くネッツ店でも取り扱われることから初代から続いてきたフロントグリルの中火のエンブレムがトヨタのエンブレムに変更された。また、先代は国内専用車だったが本代は本格的グローバルモデルとなっており、北米市場では2020年に2代目ベンザとして販売される予定。2022年からは中国での現地生産が開始される予定。 内装では、前席を中心に、後席の頭上まで覆う、大きなガラスに、トヨタ車発となる、超高機能を備えた超高パノラマルーフが、採用された。プラットフォームを、従来の、新 MC プラットフォームから既存の5代目ロブ4と、共通の、が、軽プラットフォームを採用。パワートレインは、ダイナミックホースエンジンの採用により、全面刷新され、ガソリン車は、 M20A 回 KS 型、ハイブリッド車は A25A 回 XS 型となり、3代目の2017年6月、改良型で設定されていた、ターボエンジン車が廃止された。前車、WLTC モード走行による、排出ガス並びに、燃料消費率に対応し、ガソリン車、ハイブリッド車ともに、平成30年排出ガス基準75、 パーセント低減レベル認定を取得した。なお、ハイブリッド車は良い,い方に加え、2WD が新設定された。予防安全パッケージ、トヨタセーフティーセンスは、プリクラッシュセーフティが、歩行者や昼間の自転車運転者にも、検知可能になるなど、第2世代へ移行。デジタルインナーミラーには、トヨタ車で初採用となる前方カメラとデジタルインナーミラー用後方カメラが、 捉えた走行中の映像を SD メモリーカードに録画する前後カタログが機能が新たに搭載された。なお、ドアミラーの部品は3代目から継承されている。2020年4月13日4代目モデルのプロトタイプ車両のデザイン並びにティザーサイトが公開。6月頃の発売予定がアナウンスされていた。2020年6月17日フルモデルチェンジを正式に発表。 同日より発売された。グレード体系はガソリン仕様、ハイブリッド仕様共通で S、G、Z の3グレードに再編され、G と Z にはレザーパッケージが設定された。2020年7月17日前日の7月16日までの約1ヶ月で月販販売目標の14倍以上となる約4万5000台の受注があり、これに伴って ユーザーへの到着までに期間を要することが発表された。ありがとうございます。